様こんにちは。6月最後のご挨拶は山本豪雨でございます。東京都議会議員選挙で1年前に赤札堂の前でもご挨拶させていただきました。西日が気持ちよい時間帯でございます。実は赤札堂の前でなかなか今シーズンはできておりませんでですね、2回目のご挨拶となります。町屋は有数の、大臣クラスが来る場所ですので、ごめんなさい、出入り口が多いと、人のこういらっしゃるさまざまなところでですね、私もご挨拶を立ち上げようと思っております。ちょっと町屋の旗がですね、もう一回転して花丸ぐらいの本日は風でございますね。昨日からの持続力ときたら台風以上の強風ですわ。これはですね、すごいもう異常事態ですね。蝦夷梅雨っていう言葉あるのご存知ですか皆様。普通北海道っていうのは梅雨がないんですけれども、私が秘書でやってた頃もすごくね頑張るね、山本って言います。お母さんによろしくね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。二波家の一中の卒業の山本豪雨でございます。全力でお子様がもっともっと大きな声で笑って騒いで泣いて、そういった町を作ってまいりますね。山本豪雨でございます。安全な公園を作るってさっき原公園で言いました。自分の携帯がね、この160センチぐらいのところからガチャーンって落ちて、そんでもね、退職の設計だったこともあってひびがスラッと入ったぐらいで済みました。お子様もそうなんです。夢中になって遊んで、万が一っていうことが落っこちてもですね、僕の公園はね結構柔らかくなってて、下が人工芝でもいいし砂場でもいいんですけれども、土でもいいんですけれども、しまったっていう時に大事にならないような、そういった安全な設計作っていくことは、荒川区のそして東京都のこのお子様をね、最も今勢いがあるお子様が増えている都道府県ですから、こういった使命がございます。安全を第一に守っていきます。その上での通学路もそうです。安全な、もう一回ブロック塀洗い出して危険なところを直していくと、それやってこその教育であったり子育てであったり中身の問題になってきます。まずは安全に通える、安全に遊べる、そういった公園だったり学校だったり通学路を作ってまいります。山本豪雨のご挨拶でございました。一中出身、そして二波家出身、選挙の時には旧波家で、待ちきれない時は文化センターで投票に行ってます。山本豪雨でございました。それでは本日も元気いっぱい夜の部も頑張ってまいります。ありがとうございました。